やっほー、なぎだよ。今日は時間がない時に3分でできるヘアアレンジを3つ紹介したいと思います。イエーイ。これは簡単だし、もうすぐできるから、もうマジみんなに真似してほしい、本当に。じゃあまず1つ目のヘアアレンジは、大人っぽくしたい時とかいいかもしれないな。まず、髪の毛は巻いた状態で、まずこれぐらい毛を取ります。ゴムで、はい、結びます。で、水ゴムの方が太いゴムよりかはやりやすいと思う。結びました。そしたらちょっと緩めます。真ん中を開けます。開いたらこれをくるんって入れるだけ。はい、入れたらちょっと締めます。とりあえず置いときます。そしたら反対、なぎは前髪が長いので前髪は残します。で、こっちも同じ量ぐらいこう結びます。今どんぐらい時間経ったんだろう。そしたら同じように緩めて、こっちも中に入れます。これで最後にこことここを結びます。はい、1個目完成です。ちょっと羊っぽくなるかな。ハーフアップだけど、普通のハーフアップじゃない大人っぽい服装とか結構合うかもしれない。みんなこれ簡単だから、本当にクリンパして結ぶだけ。はい、じゃあ次2個目いきます。何系っていうんだろうこれは。ヤギはあんまやらない髪型だけど、結構イベントとかにいいかもしれない。まずはここで結んでいきます。髪の毛の量はどのぐらいでもいいかな。高さもこれぐらい、片方ずつでやっていきます。こうやって巻いて、くるくる巻き、お団子で、ここをまたゴムで結びます。こんな感じ。そしたら反対も同じ量で、くるくるしないと結構形があれかもしれない、変になっちゃうかもしれないから、絶対くるくるして、はい、できました。これは角ヘア、角ヘアです。夏とか結構やったら可愛いかもしれない。じゃあラストいきます。ラストは自分的にお気に入りのヘアアレです。まずこんぐらいの上の量を取ります。ゴムで、結構てっぺん目がいいかもしれない。結びます。はい、こんな感じ。そしたらちょっと逆毛を立てます。くるくるってして、こうやってやったらピン止めでもゴムでもいいし、ある方でいいんだけど、こうやって止めます。はい、できました。ラストヘアはお団子ハーフアップです。スポーティーな服装とかしたい時におすすめです。皆さん簡単なのでやってみてください。今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。